中日ルクセンブルク大使館は、ルクセンブルクが日本の首都東京に設置している大使館である、在東京ルクセンブルク大使館とも、1927年、初代講師足立峰一郎が、ルクセンブルク大公シャルロットに新任状を法定して、両国間の外交関係が樹立。しかし、第二次世界大戦の影響で、大公シャルロットと同国首相、 ピエール・デュポン率いる亡命政府が連合国に肩入れしてナチスドイツに対する敵対政策を取ったことにより当時ドイツと同盟関係にあった大日本帝国は形式的ながらもルクセンブルクと戦争状態になった。1952年4月28日にサンフランシスコ平和条約の発効により日本国が独立した後、1953年3月10日。 日本とルクセンブルクの間で公文が交換されて、国交が回復した。1987年3月、中日大使館が開設された。1989年2月には、大使ジャンルイ・ボルツフェルトが、大公ジャン、同妃、ジョセフィーヌ、外務担当国務大臣、ロベール・ゲッペルスと共に、昭和天皇の体操の礼に参列している。2001年、千代田区四番町に、 大使館と大使公邸などを含む地下1階、地上12階建てのルクセンブルクハウスが寄港され、同国大使、ピエール・グラメーニャが立ち会った。ルクセンブルクハウスは2003年に竣工し、大使、ミッシェル・プランシェール・トマシーニが立ち会った。2003年4月、それまで別々の場所にあった大使館や大使公邸がルクセンブルクハウスに移転する。同年9月3日、 太アンリ隣席のもと、新大使館の開館式典が取り行われ、のりひと新郎ひさこ、副首相、外務大臣、リリー・ポルファー、経済、運輸大臣、アンリ・グレーテンをはじめとする両国の来賓が3、列した。2019年5月16日、大使ピエール・フェリングが皇居で、天皇特人に新任状を法定して、令和時代に、 初めて新任状を法定した中日大使となった。2019年5月16日より、ピエール・フェリングが特命全権大使を務めている。日本全土に加えて大韓民国及びフィリピンを管轄している。ありがとうございます。